法の改正は日本民主化の基礎として強く要望されていましたが、3月6日政府は新しい憲法の草案を発表しました。本憲法は当事権が天皇に親権的付与せられたりとの在来の思想を破却せられ、人権の尊厳を陛下自ら宣せられ、ポツダム宣言の民主的国家樹立の歴史的宣言なり、かつ軍国主義的武の国を廃棄せられ、世界に戦争放棄の宣言を憲法中に明示し、世界唯一の新憲法を起草せんことを明しているものなり、日本国民はこれによって人権的に解放せられ。この改正案は総選挙後の審議会に提出されることになりましたが、この憲法を人民の憲法とし、民主主義日本の礎とするためには、来るべき選挙に国民大衆がその投票によって自由なる意思を表明することが、いよいよ重要となるに至りました。